うわ、ちゃんと謎解きじゃねえか。救急隊の名前出てるぞ。なんだこれ。ちゃんとしてますね、本当に。いや、これはちょうどこの3人だから出し合えたな。よし、行こう。謎解きだ。行きましょう。なんか謎解きっぽい服とか作ってくればよかったな。はい、か。リアル謎解きゲーム第1弾、少女 A からの手紙、開演いたします。いや、すいません、桃美さん方、今日は突然お呼び出しして申し訳なかったです。いや、いいんですよ。実はですね、ちょっとうちに変な手紙が届きまして、ほう、少女 A という匿名の方からですね、心残りを解消してほしいと、手紙となんか暗号をめいたものがですね届きまして。心残り？はい、暗号を。うちちょっと今救急隊ガチャとかやってたりとか、まあいろいろと忙しい状態で手が回らなくてですね、うん、ちょっとお手数おかけするんですが、こちらですね、ご協力いただきたいなと思って本日お呼びしました。あら、そんな。もちろん、OK。 ありがとうございます。じゃあちょっと手紙と暗号文ですね、もうすでにコピーしたものちょっと今からお渡ししていきます。助かるな、サクサクしてるな。よし、1枚目見るぞ。はい、じゃあ少女だからちょっとこの桃見頼むよ。コンペンダントはですね、硬いです。私はロスサントスの住民です。担当職人に言うと心残りを解消してほしいのです。商品サンプルがここの葉巻の箱の中に。この手紙はあなたが一番に読んでくれたのも何かのご縁、もしよければ私の願いを叶えてもらえないでしょうか。万が一悪い心の持ち主がこれを読むかもしれません。そこで意地でも簡単には内容がわからないようにしてみました。それでもお手伝いをしてくれるのでしたらよろしくお願いします。少女 A。 ほー、じゃあこれにも何かすでに隠されているのか。ああ、見よう。ちょっとわかりませんね。うわ、ちゃんと謎解きじゃねえか。救急隊の名前出てるぞ。なんだこれ。全然わかんねえ。なんだこれ。まあ、とりあえずこの1から6の答えがこの右下のこの縦に入ってって横で読んだらってやつなんだから、1番の答えは4文字になるはずなんだな、これ。あー、まあとりあえず1個わかったぞ。丸1わかった。なんかしおんくんわかったか。あ、わかった。あ、どれだ。1番。あ、1番わかるか。覚えましたよ。どうだ、もみ。わかりました。これはそれぞれの漢字のこの上左だからの部首を読んでみたらいいんだ。白米だなこれ。じゃあ白米が入るから最初は花あるかな。ロデオ割る救急隊員。ロデオ割る救急隊員がこれが 1,2,3,4,5,6,7 文字と。あ、でも3番めっちゃ分かりやすいなこれ。3番、3番はこれカレンダーだよな。ちょっと待ってくださいよ。日月火水木金土だなこれ。なんでかって言うとほら、土曜日は青で日曜は赤で表すだろ。はいはいはい、はい、だから日月あれだから日記か。あ、違うわ、合ってるわ、日記だ。うん、2番がちっちゃいから日記ってことですかね。日記だ。ちょ、これじゃあちょっと天才いるんですけど、ここに。俺は謎解きの申し子だ。じゃあ白米、わかんない、日記、なんか全部頑張ったらわかりそうだなこれな。まあもちろんそう多分できてると思いますけど。あ、これあれだ。あれじゃないか、それ、あのエモからの？やってみてくれよ。T ポーズ。T ポーズ。それリンサイド4か。からの。からの。T ポーズ。な？これナイスのなじゃないですか。なるほど。これカタカナのなってことか。これナイチンのなですね。ナイチンのよくやるやつな。ナイチンのな。あ、じゃあ5番1文字だからなだ。なだこれ。すごいなこれ。この町らしくていいじゃないか。はい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 。あ、めちゃくちゃいいな。じゃああと半分だな。もう一瞬で一曲賞が2つ解いてしまって。すまない。いやいやいや、もう素晴らしいですよ。例えばさ、6番とかこれ多分そう、バンチ関係ありそうだから、これちょっと分かりますね。じゃあちょっとやってみてほしい、これ。俺4番とか考えてみるわ、じゃあ。
なんかわかりますか、ね、ちなみに6は答え1文字だぞ。え、数字、ああなるほど。ちなみに4は解けた。はい、消えちゃった。8033、右矢印80。か、あ、なるほど、線で繋いでみるって感じですか、うん、お、あ、なるほど。じゃあつまりこれはか、かか、はは、素晴らしい、ね、これな、2番だけわかんないや、今んとこロデオがわかんないんですよ。ロデオ、ロデオ、あ、ロデ終わる救急隊員、あ、ロデ終わる、それだ、ライドも白だ、うん、だけ、それだ、文字数的にも合いますか、それだ、合う。ちなみに4番は解きたいか。適当に言った。いや、すごいぞ箱根くん、それだ。やったー、さすがだ。すげえ。じゃあ多分俺これ答え分かったけど、どうする、ちょっとだけ待ってください。あ、4番ちょっと見ててくれ。俺はじゃあその間に1番を見てみよう。まあ、要は上のこの3つの四角みたいな何かが8になるはずなんだな。あ、分かった。お、分かった、分かった、分かった。これはこの四角に見えるものが、まあ米印みたいな線プラス四角で構成されてるのがわかるから、抜けてる部分を埋めるように見ると、上のやつは上下の横線と真ん中の縦線が抜けてるからカタカナの絵みたいな形になるだろ、左上のやつで。やっていくと、え、いとに上がなるから下はノロイになる。急に怖い。で、これで合わせると、葉巻の中という言葉になるな。葉巻の中？トレーの中にある。ほんとだ。すごい。あ、謎解き3だこれ。あります？あるある、ちょっと見てみてくれ、このトレーの中。ほんとだ。わぁ、すげえ。よし、じゃあちょっと見てみるかさん。見てみますか。すごい。今日は心なしか気分が良かったので1本375円の傘を差して散歩した。パトカーの猿がよく聞こえるこの街だけど、なぜかいつもよりも静かで少し寂しく感じた。途中で魔法少女カフェに寄ろうとしたら、心なき市民の車両にぶつかりかけて一人でテンパる。ドキドキする心臓を抑えながら店内に入り、何事もなかったかのようにお気に入りのファイヤーアイスストーム2個と空飛ぶ魔法の牛タンを。なんだそれ。そろそろいつものというだけで出てくるんじゃないかな。そんなことを言う勇気は出ないんだけどね。レギオンの近くを通る人だかりができていた。そういえばあさってはお祭りだったんだって。みんなが楽しそうに準備をしているのを横目に見ることしかできなかった。なんだろう、値段が関係あるのかな。アイスストームと牛タンっていくらだっけ。ちょっとメニュー表見てみるか。あれ、アイスストームってなくね？フードは1万円だな。アイスストームがない？ファイヤーアイスストームってでも、ま、なかったっけ前に見たとき。あれ？ファイヤーアイス特別メニューじゃないよな。関係ないのかな？あれは夏メニューですね。今、注文して買えるんですか？それって。あ、はい、大丈夫です。あ、じゃあちょっと、同じ通りに買ってみるか。あ！ファイヤーアイスストーム2個と、はい、空飛ぶ魔法の牛タン1つをもらってもいいですか。かしこまりました。ファイヤーアイスストーム2個と空飛ぶ魔法の牛タン1個ですね。はい。いや、なんか懐かしいですね、この組み合わせ。いや、そうだよな。あのな、はい、聞きたいんだが、いつものと呼べるぐらいにこのメニューを買っていった人は今までいるか。あ、そうなんですよ。今ちょうど思い出したんですけれども、ああこの組み合わせで購入されていたお客様いらっしゃって、ああ、綾瀬さんという方なんですけれども。綾瀬さん、はい、まあ、結構無口な方で、まあ、お話しすることは少なかったんですが、うん、まあ、結構うちが空いてる日にはもう常連さんって呼んでいいほど来ていただいて、まあ、いつもこのセットを購入されて、頼んだ後はまあ空いてる席どっかに座って携帯を触ってましたね、うん、まあ一回ちょっとちらっと画面が見えちゃったことあったんですけれども、ああのツイックスとかピクセリンクとか、あの SNS っていうアプリっていう SNS 系のアプリを結構楽しんでらっしゃった方っていう印象を持ってますね。いや、ちょっととんでもないんだが、ツイッターで綾瀬で検索したらあるぞ。え、うん、フォローしてみるか。
また何か分かったことあったら教えてください。分かった、ありがとう。あ、でもこれ鍵赤だな。でもフォローできるよ。あ、ちょっととりあえずフォローしてみた。じゃあちょっと俺ピクセリンクとかも入れてみるか。あとなんだっけ、ピクセリンクと SNS あるとしたらどれだ。マッチングアプリか。出会い系も一応入れとくか。綾瀬あるわ。あ、なになになに、おい、ピクセリンク綾瀬あるぞ。鍵役じゃない、あるある、2個あるぞ写真が。いやいや、どんな写真よそれ。5いいね、綾瀬。肝心な時に限って車のガレージの場所を忘れ、無駄に60万円損するんだよね。あ、なんかで、私が好きなもの、あ、これもう魔女カフェじゃないか。手紙が置いてある。これ並べんね、これ何これ。あ、あ、大森先輩がもう、まあ、とりあえずちょっとこれ探すか。あ、これ、あ、違うな。待って、もう偶然見えた。ちょっと待って、なんだ、これじゃないですか、これ。あ、これだこれだこれだ。ごめん、あったぞ。あや、これだ、これ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 。どうされました。ここに置いてあるこの手紙は。あ、これですか。これあれです、手紙が、あと暗号が入ってた封筒でして。あ、さっきの。そうなんですよ、この中には、あ、ごめんなさい。え、なんかもう一枚入ってました、これ紙。何、ちょっと今から魔法でコピーして渡しますね。もう一枚入ってたんだって。魔法でコピーしてる。魔法でコピーだと。出してくださいよ、最初から紙、ね、そうだそうだ。いや、気づかなくて申し訳ないです。なんかこれもよくわかんない暗号みたいな感じで書いてますね。ほう、なんだこれ。おい、とんでもねえな、なんだこれ。これちょっとガレージの写真の方はわかります、これ何か。よし、これ行った方がいいのかな。そっか、これどこだ。あ、てかそうか、なんかあれだな、このコーヒーの下に紙置いてあるから。そうだな、これやっぱそういうことですかね。ああ、多分そうだろう。これどこだろうな。どこだ。まあ、でもカフェだろう。外にあるカフェなんてあれじゃない？なんだっけ、ペールノエルとか。ちなみにその写真は何の、どんな。そうだ、そもそも魔法少女カフェって移転したから。いや、そうなんだよな。あ、あ、確かに。そう、だからペールノエル近いかなと思ってたんだけど。でも店内が、あ、そうか、もう一個の写真はここに変わってからの写真であって、そっか、メニュー自体は変わってないのか。よし、い、行ってみよう。行ってみますか。いや、これやっぱこの辺ではなさそう。でもこんなにノーヒントか、ほんとに。なんかこういうさ、手すりみたいな格子みたいなさ、はいはいはい、黒いのがあって茶色い机で、外でロケーション何だ、どこだこれマジで。なんだろうな、なんかヒントが。これこそトイがその辺。そうだよな。60万円ってなんだ。ここだここだここだ。あ、いや待てよ。あ、ここだここだここだ。え、でもなんもない。え？微妙に違います。格子の数が違います。何？あ、本当だ。椅子違うわこれ。あや、あやせ、あやせ頼むよ。すっごく似てるのに、すっごく似てるのに椅子が違う。いや、これが分かんないんだよな。あ、何、止まるんだ。え、分かったわ。え、ちょっとお前ら全員ポケット開け。ちょっと一回降りますね、あの車乗ってると開けなくて。ちょっと何何何、もみこっち来い。何ですか。俺たちはなぜわざわざ買わされたんだ、この2つを。これの説明文の文字数だこれ。え、ファイヤーアイスストームと牛タンの説明文のこれ、ドットで終わってるのは英語だからだ。ほうほうほう、これだから S S B、 ほんとだ、 S B、 あ、じゃ S U N と、もう一個が
フライングだから NG と、あ違うわ、 IN と B だから、えどういうこと？ちょっと待ってよ。黒を左から読んで、新聞だ。I これ。SUNINB なんだけど、この黒い部分を左から読む必要があるので。なるほど。はにゃ？上下。そう上下。ああなるほど。そう。新聞だ。はあ。おい出る必要なかったじゃねえか。帰るぞ。やばい。待って、新聞誰か持ってないか今。持ってない。なんかどっかでは売ってるよな。病院行こう、病院一回行こう。お願いします。うおー、あっ、行方不明情報を求む。なに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 。ロスサントス在住、神山綾瀬18、女性の行方が分からなくなっている。彼女については他人と行動することがないため、ほとんど情報がない。魔法少女カフェに通っていたことが判明している。10月中、魔法少女カフェが偶数日を定休日としているため、死刑は開店日に絞って付近を捜索している。母親は普段から心の下に本音を隠す性格で、何を考えているのかわからないと話しており、家での視野も進められている。10月イベント情報、低気圧の影響による天気が乱れが続くため、イベントには傘をご持参ください。書いてあるぞ。10月中旬から降り続く雨は25日以降に晴れ間が見えるでしょう。収穫祭17日、文化祭20日、運動会29日。じゃあ傘買ってるってことは25日前？ああ、ってことは文化祭か収穫祭に絞られるわけだ。はあはあはあ。で、で偶数日に定休日ということは奇数日に出てるはずだから収穫祭だ。ってことは収穫祭の2日前だから15日だな。念のため入ったほうがいいかも。しおんくんどうした？いや、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。あ、そうなんですね。ああ、なんだ、どうした？あ、これ君、いや、ちょっと、あー、いや、わかる。俺そこちょっと言い回し気になったんだよ。さっきのもらった手紙、心って漢字がいくつかあるんですよ。あ、7。で、これ下数字なんですよ、全部。ほんとだ、71、心臓5。まあ、あんま関係ないか。最初の手紙にも一応心は2つくらいあるけど。あ、バンチだ。最初の手紙の心の二つにはバンチって書いてある。はい、隠し、え、わかりました。なんだと。60万の謎が解けました。あ、このさっきの、ああここにも心ある。そうだわ。なんてことは、肝心な時に限っての肝心の芯が心臓で7156だ。そういうことか。書いた順番のはずだから合ってると思う。うおー、いけ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 。ありました、なんか。あった？見て。あ、それだそれだ、絶対。え？電話してみる？いや待て、心の下一応見とこう。ひく違うかも。ひくご、ひくご、7156ひくごとか。はっ、それだわ。7151ってことで、7151いこう。あ、隣だ隣、目の前目の前。いや、これ絶対そうだ。これ絶対そうだぞ。確かに引く5はマイナス5って意味の引く5か。ああ絶対そうだ。ん？ある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 、こっちだ。ありました。ここまで来てくれたんですね、本当に最後です。名前を教えてくれませんか。無線機をつけて、私が失踪した月日にちの日記と同じ。あってことで 10.15 だ。やってみないか。はい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 、 10.15 つけてみよう。橘影丸。もみです。あ、箱根シオンです。謎を解いてくれてありがとう。うわぁ、伝えてください。なんて言った今。何言いました今。もう一回言ってくれ。謎を解いてくれてありがとう。お店
の人にも伝えてください。こちらこそ心が救われたならよかった。よし戻ろう。すげえ。いきますよ。いやギリ負けてるだろこれ。誰に対してやつ負けもんだろ。いやくそー。一人で解いたやつどうなってんだよ直美さん。まあまあペース良かったですよ。まあまあ良かったよ。いやマジでな、ローデオのやつとかさ、いや心気づいたとかさ、いやいやすごかったな。なんかモーミもめちゃくちゃなんか一個刺してたよな。なんだっけ。いやすごかった全員。あそこあれだ、新聞紙とかさ。いやすごかったな。気持ちいい。いやこれ気持ちいいな。ちゃんとしてますね。いやこれはちょうどこの3人だから出し合えたな。ただいま。帰りなさい。ということで少女 A 綾瀬さんですね。引っ込み思案だった彼女は友達ができないという悩みを抱えていました。自分のために難しい謎を解いて最後に自己紹介をしてくれたあなたたちを友達というふうに思ったんじゃないんでしょうか。リアル謎解きゲーム第1弾、少女 A からの手紙クリア、おめでとうございます。やったー、面白かった、すげー。クリアタイムは49分。いや惜しい惜しい。おめでとうございます。惜しすぎる。一人で解いたやつ誰なのか教えてくれ。東園寺さんですね。誰、バイオレットフィズの。あ、わかる。なんかわかんないけど魂がわかるって言ってる。くそうわ、あの男、やはり俺はあの男に勝てない。くっ、じゃあなんだ。くっそ、またあの人に負けてる俺。